トンガタバルなんかご無沙汰ですね、これですね、はいはいはい、ちょっと飽きましたね、急に飽きましたね、全然呼ばれないですよね、びっくりしました、そうそう、急にトントントンってね、言ったのに2人が捕まらん、いやいやいや、そんなことないですよ、そんな言われなかったですもんね、全く連絡なかった、急にどうしたやろって、他のメンバーで やり始めたんかなと、なんかいなんか味しめて、ねえ、なんか別の太っちょと綺麗な女性、なんか別なんで絶対太っちょが必要なんかしないけど今自分で言ってていや、呼ばれなかったから、そうですよ、あんな最初言ってくれてたのね、え、意外と見てんのよ、いやいや、それはもうありがたい、それはもう原田さんのおかげでしょ、いや違う違う、あれね、俺考えたわけよ、これその3つ目かな、4つ目かな、あの前世のね、はい、お話をした時が9000ちょっと言ってるんですよ、うん、はい、あれ見てるの多分あの2人のファンのやっぱまあガッチャンコと、いや、まあ、僕のファンはもうガッと濃いのはもう3人しかいないんですよだから残りは多分8000何百900はもう多分静香さんですけど、 C さんの、ね、C さんのやっぱ C さん、はい、シータのね、シータ人気あるからな、ほいでね、ほいでね、どんだけ江戸っ子感出すんですか、俺は江戸っ子感を出したいんです、時間がない、いやーすまん、時間がない、まあ、10分だ、忘れてると思う、毎回毎回そうですね、悪口禁止の、炎上禁止のトンガタバル、はい、コメント欄開きましたもんね、開けたよ、はい、開けろっていう開けろっていう指示が来たからはい、どうでしたどうでした、いやいや、ちょっと来てたね、コメント欄から、その面白いよ、まあ、ちょっと癖になりそうみたいな、ああ、ほら、よかったじゃないですか、ずっとビビってましたよ、なんかいろんなことが来るとか、なんかそういう優しい方ばっかりですって、そら、あとあのやめてね、変なコメントすんの、いやいや、そんなね、それはもう思ったことを書いてもらえればいいことですし、ナイーブだからまあでも本当にそういうコメントが来たらね、そうね、皆さん多分もう本当やめようってなるからね、うん、ついちゃうからよし、とんがったところやめようみたいなことすぐ言い出すタイプやからね、何ぞぞ、まあ、まあすいません、何ぞぞ、いやいや、お願いします、今日の1個目のテーマはですね、はい、ベスポジ、ベスポジ、ベスポジ、自分とか世の中にはベスポジってあるね、まあ、男性はよくねある、だ、いや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 、男性はもう下ネタ禁止、もうポケット手突っ込んでからもう下ネタ禁止、下ネタ禁止、大体もう高校時代はお前ベスポジどこやみたいな、下ネタ禁止禁止、いや下ネタというかね、そら生理的なものなんでやっぱありますけど、それとは違うんですか、違うの、違うの、なんですか、例えば、はい、バスとか電車とか飛行機乗りますわな、うん、バスとかで、はい、ね、あー、なるほど、緑川静香亭は大体あのなんだその、お前さお前ってなんだ、ちょっといい加減せよさっきから俺我慢してたけど落語見てきたん昨日か、2日前かその、なんなんその喋り方その前か前なんかねそのなんなんすか、気になってますよ、見てる人も平井亭もそのなんなんすか、もう気持ち悪いあの、平井、いやバスのよく乗りませんか、東京来ると意外とバスは、そうですね、バス乗ってましたね、乗りますよ、まあ、家によってはバスが便利だったりもしますから、うん、これが俺いろいろいつもバス乗るとき考えるんだけど、はい、バスのベスポジはどこですか、いやでも僕は体でかいから、あ、意外とあの運転手の横のこう盛り上がってるけど一人席のところが迷惑かからないんでいい、ね、横後ろじゃなくて後ろじゃないです、ね、左左のほんと入り口のところの、なるほど、はい、が空いてったら僕そこ座りますかね、が一番邪魔にならないなと思ってるし、気使わなくていいから、2席とかだとこの体だと隣に座りづらいじゃないですか、はい、荷物置かれるよね、そうなんですね、まあ、競輪場とか行くんではいはい、はい、あのよくバス、うん、駅から競輪場までバスで行くんですけど、うんうん、そん時はもう目上の方が多いんで、うん、立ってますね、ああ、そう、ほらそういう時はほら目上の方多いじゃないですか、もう仕事のことも知ってる、いやいや、もう知ってる方も知らない方も、もちろんほら60代70代の方がバスに乗られるんで、競輪場にはそれは確かにそうだからもう一旦立ちます、うんうん、ガシーンって座ってたらもうね、うん、もう先輩方が 、ね、見るんで、はい、っていうのはありますけど、そう、どうですか、私は出口のここの2人席、前の出口、後ろか、出口は後ろの出口の一番前というか、ああはいはい、ここね、ドアのここ、あ、はいはいはい、ドアのここ、はいはいはい、ここシルバーシートじゃないの、がそっちが、こっちでしょ、こっちがシルバーでこっちです、
ああ、こっちが先頭で、こう進行方向としたら、はい、ここはシルバーシートじゃないですか、はいはい、じゃあここですよ、ここの2席ですね、多分。そうです、そうです、はい、あ、階段登ってすぐってとこ。そうです、そうです、ああ、わかる多分世の中的にはあそこベスポジだと思うんですよ。あそこはベスポジなんですか。だと思うよ、出口近いです。あ、まあ、出口近いから、そうそうそう、出口近いの。ただ、そんな出たいですか、すぐ出たいよね。何があるんですか、バスに乗っててそんな急ぎで。あのさ、たまにさ、はい、降りる時にね、うん、明らかにガサ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 まだ降りる人いるのに、ウィーンって閉める人いない、ドライバーさんで。いや、閉める人はドライバーさんで、まだ、まだ降りるのにウィーンって閉めるじゃん、で降ります、降りますって言わなきゃいけないの、あれが恥ずかしいんだよ。だからすぐ降りたいの。まあまあまあ、それは運転手さんにもよるでしょうけど、降ります言われたいんじゃないかなと思って。そんなことないでしょたまにあるよ、でもそういうの。ほんすか、瀬山さんどこですか。俺、運転手さんの後ろ。あー、近い。あー、なんでですか、その安全じゃん。なんか前からバーンってされてもさ、あの、ガードがあるじゃん、バーンってされないけど。まあまあ、車っていうのはね、あの、よく運転手が好かれる方の後ろっていうのがね、運転手さんの後ろ、高級車とかもそうだもんね、うん、運転手されてる方。あそこ別ポジかなと思ってんだけど、バスにその安全、全体的に安全って僕思ってるんで。安全だよ、安全なんだけど、なんかバーンって来たらとか言うけどねあんまそんな考えたことないですよね、バスに。いや、そんなアメリカ映画みたいなそのね、誰か突っ込んでくるんじゃないですからね今日本は。まあないけど、ただ一個弱点がある、その運転手さんの後ろ。弱点、うん、あの出口が遠い。あこうやんなきゃいけない、まあ、まあ、だから出口、まあ、混んでる時はやんなきゃいけない。まあでもだからといってすぐ降りたいタイプじゃないでしょ、そこ座るってことは。すぐ降りたいよ、だからだとシーダンの場所じゃん、本当に降りたいなら一番ベストポジション。でもあそこ2人掛けじゃん、うん、俺隣に誰か来るの嫌なの嫌じゃん、なんか隣にさ知らない人とか座られる。いや、新幹線とかどうするんですか、ね、新幹線とかも取ってしまったら分からないじゃないですか、隣が、うん、グリーン車でもそうじゃないですか、うん、2席2席だから。グリーン車はだってあんまり横来ないよ。いや、いや、でもそんなことないですよね、うん、その普通の、指定グリーン常にどっち、まあまあ、常にやっぱグリーンちょんちょんだけど、ちょんちょんよ、どっちもある、どっちも、うんうん、どっちも乗るけど、グリーンの時俺隣に誰か来たことないよ。ないない。ああ、まあまあそういう、まあ、運がいいんかね、うん、あと荷物置いてるもん。じゃあ常に新幹線やっぱグリーンなんだ。違う違う、だからちょんちょんだっつってんだから指定席のちょんちょん指定の時もあるし、グリーン指定は特に隣来るでしょ。そうですよ。だからその指定席はすっごい辛いね飛行機も辛いね、隣誰か、隣に誰かがもう、うん、あれす、なんて言います、その後ろこう倒す時ちゃんと言います。リクライニング、リクライニング、すいません倒させてもらいますみたいなことを言います、言う。いや、だから俺はそれ別のテーマで今度やろうと思ってたんだけど。いや、これぐらいやったらテーマにする必要ないですよ。まあだから新大阪から東京、はい、俺は品川でおりますけどね、はい、行くじゃん、だいたい2時間ちょっとでしょ、2時間20分とか、うん、新横浜ぐらいでちょうどいいとこになるように言わないの、後ろ、いや後ろ気づいてるよ。言わない、絶対気づいてないって。いや気づくよね、シダは言う。言います言います、ちょっとですよ。あー、もうそこはね、顔バレるじゃん。俺一回、まあ編集必要やけど、うん、俺一回このすいません下げまーすったら、はっきり外人だったの、外人の方で、外国の方で、はっきり柄悪いね。いやいやいや、もうでも、もうそこは日本国やからっていうところでも言われたと思ったけど、くってもう下げなかった、もうここは日本国って思う。でもさ、リクライニングって別にあれ下げてもいいわけでしょ。もちろんそれはまあまあまあ、それはちゃんと一応礼、どこら辺のね礼儀かなのかあれですけど、今からやりますって言う必要があるかね。でもそのはっきり言わねえ、俺みたいに言われたことあるならあれですけど、言う必要ないじゃないかもしれないですけど ね、 ないけどね。じゃあさ、新幹線の座席のベスポジどこ。ベスポジ一番後ろ。俺一番前。おお、いや俺やられないじゃん。おお、あ、嫌なんですね。うん、いや、態度悪いし、笑ってるよ。笑っとけ笑っとけ。いやいや、後ろに下げられない。うん、そうね。あれどうしたのかしら的な、どうしたのかしらって。え、言われないですか。え、その前の人に。
いやいや、だからどうしたの、頭で見られた時は何も、こういう方、こういう方なんで、何もない、大変申し訳ございません、皆さん、こういう方